無限軌道、無限軌道とは、軌道輪、天輪、誘導輪、誘導輪を囲むように一体に接続されたリバン、リハン、リ、バン、シュー、シューの間であり、軌道輪でそれを動かすことによって、不整地での車両の移動を可能にするもので、この種の車両を早期車両、トラクテビヒクルと呼び、対して、通常のタイヤ車輪を備えた車両を送輪車両、ウィールドビヒクル、カーエとトセトラと呼ぶ。 無限軌道は18世紀後半から19世紀にかけて発案されてきたが実用的なものは20世紀初頭に重量のかさむ蒸気機関を用いたトラクションエンジンの走行部として開発されたさらに2度の世界大戦で戦車などの軍用早期車両の実用化と主流化を経て発達した技術である他にも不正地走破能力を要求される農業機械建設機械 雪上車などで用いられている。日本語の無限軌道の言葉の意味は、軌道、鉄道でのレールを天輪に巻きつけることで、無限に状態の良いレール上を走ることができる、飛行という意味である。無限軌道には、クローラー、クローラー、トラックベルト、トラックベルト、リタイ、キャタピラーなど、複数の呼び名がある。一般用途では、無限軌道と呼ばれる。軍事用語では、リタイと呼ばれる。 日本の法令条文、車両制限で、道路交通法施行規則等では、キャタピラの変化したカタピラという用語が用いられている。前は、離体という用語が用いられていた。一般によく用いられる、キャタピラーは、米国キャタピラー社、キャタピラーインクの登録商標である。工事現場や農地、砂漠などの不正地、オフロードや雪上などでは、 通常の車輪では凹凸に阻まれたり重量で地面にめり込んだりして走行が困難である。対して無限軌道では車両の重量が離体全体にかかるために設置面積あたりの圧力、設置圧が小さくなり柔らかい地面や雪上でも沈み込みにくくなる。また多少の起伏や穴なども離体越しに天輪が通るためにスムーズに通行することができる。方向転換の方法には 半送機車のように全部の車輪やスキーによって操舵するもの、関節式の前後の車台に短めの離帯を備え、屈折させて操舵するもの、アーティキュレートステアリング、そして操舵機構を持たないスキットステアと呼ばれる方式がある。スキットステアは、車体左右の離帯の回転差により横滑りを起こして進行方向を変えるもので、曲がりたい側の離帯を完全に停止させる旋回を、 新地旋回と呼ぶ。もしトランスミッションが対応していれば、左右の離体を逆回転させ、その場で旋回する超新地旋回も行える。昔は左右の離体の回転量をレバーで直接操作して操縦するものが多かったが、近年は自動車のステアリングホイールのように丸ハンドル操作で操縦が要因になっているものも多い。なお、スキッドステアで方向を変えるものには、 スキッドステアローダーのような送輪式車両もある。離帯の設置長が長いほど、設置圧が小さくなり不正地層波能力は、ますが左右の離帯間隔に対して設置長が長すぎると、横方向のグリップ力が強すぎて、方向転換が困難になるため、両者の比率は1.1から1.8程度に抑えられている。難点としては離体を使用した走行装置は、 重量が重み、車輪に比較すると離体そのものを駆動するために、必要な原動機の負荷が大きい上に、騒音や振動も大きく、高速、長距離走行は、一般的に困難である。ゴムを用いた特殊な離体を用いない場合、舗装路では路面を痛めたり、設置圧や摩擦係数の低さによって滑走してしまう恐れもある。また離体が一箇所でも破断してしまうと走行不能になり、 交換修理や整備にも多大な手間を要する。特に軍用車両では、近年の紫外線や大テロ戦争において、戦車などの早期車両が、地雷や即席爆発を受け、井戸により、行動不能になるケースが多い。さらに、起伏の大きい地形に対しては前日の重量に、対する離体のトルクが小さくなるため車輪ほどの、走破性は出せず、突破が困難になることもある。材質。 接合方式、構造により分類される。走行性能においては、ダブルブロックダブルピン構造のものが最も良好で、あるが部品点数が多くなるため、現在の第三世代主力戦車では主にシングルブロックダブルピンが用いられている。通常、軍用車両や建設機械では、鉄の合金でできたピースやリンク等の部品を多数、連結した。 金属製の履帯が用いられる。ゴム製のクローラはミニショベルや不正地運搬車などの小型の建設機械では金属製の履帯で舗装路面を傷つけることを抑止する目的で用いられ、現代のトラクター、コンバイン等の農業機械、スノーモービル、送輪車両ベースの改造車や送輪車両への外付けの履帯においてはゴムクローラが一般的に使用される。ゴムクローラは輪になった。 スチールワイヤーをゴムで被って一体成形して作られており、デーー値で使用してもその構造上ピンの摩耗に、起因する履体の伸びがないが、ゴムの経年劣化や鋭利な岩などとの接触により、亀裂や切断箇所を生じる。ゴムクローラは、第二次世界大戦時の米軍ハーフトラックなどで、大量生産使用され実用性を実証し、近年でも、 材質の改善により一部の軍用車両でも使われており、静寂性、高速性、路面保護などに優れている反面、一箇所の破断でも、履帯全体を交換する必要があり、交換作業も、天輪を外す必要がある。1770年代、リチャード・ロベル・エッジワースが、原始的な無限軌道を設計した。1830年代には、 ポーランドの数学者で発明家のハーネイイコール、ウロンスキーが同様のアイデアを思いついている。イギリスの博学者、ジョージ・ケイ・リー教は無限軌道の特許を取得し、それを万能鉄道、ユニバーサル・レイルウェイと呼んだ。1837年、ロシアの発明家、ディミトリ・ザグレアスキーは移動式軌道付き車両を設計して、同年に特許を取得したが、 資金がないために実動するプロトタイプを製作できず1839年に特許を取り消した。一種の無限軌道を使った蒸気機関トラクターが1850年代のクリミア戦争西側勢力に使われていたという報告もある。1846年、イギリスの技術者ジェームス・ボイデルが無限軌道エンドレス・レイルウェイ・ホイールの特許を取得した。 実用的な無限軌道の車両であるロンバード蒸気式木材牽引車を発明し制作したのはアルビン・ロンバードで1901年に特許を取得した。彼は同年メイン州ウォータービルで蒸気機関を動力にした木材牽引車を製作した。1917年までに83台を制作し、その後内年機関に切り替え、1934年には フェアバンクスモース製ディーゼルン人ンを採用した。早期車両の商業化という意味では、アルビン・ロンバードが疑いもなく世界初である。ロンバードの蒸気機関車は、現在も実動するものが少なくとも一台存在する。ガソリンで駆動するものが、オーガスタのメイン州立博物館に展示されている。さらに、ロンバードからライセンス供与を受けて、フェニックスセンチピードが製作したものが倍以上あり。 こちらはシリンダーを垂直に配置していた。1903年、ホルトマニファクチャリングカンパニー以下ホルト社の創業者であるベンジャミンホルトは、ロンバードに6万ドルを支払い、ロンバードの特許を使った車両制作権を得た。ロンバードがカリフォルニアに移住した後も何らかの合意があったとみられるが、この権利関係がどう決着したのかは定かではなく、それぞれの記録に、 若干の食い違いもある。日本では、富山出身の高松梅地が19世紀末頃に無限軌道を考案し、明治44年、1911年に欧米8カ国に特許申請し、国内では農商務省の特許を取得した。同じ頃、イギリスのリンカンシャにあった農機具会社のリチャード・ホーンズビー・ B、ンソン社は、1905年早期車両の 特許を取得し、開発を行っていた。発明者は、同社のデビッド・ロバーツである。その設計はそれまでのものとは違い地面に設置した、ソリや車輪で操舵する代わりに、離体をロックして操舵するようになっていた。ホーンズビーの早期車両は1905年から1910年にかけて、砲兵トラクターとすべく、イギリス陸軍が試験的に用いたが、正式採用されなかった。 特許はホルトが買い取った。ホーンズビーの早期車用は、副体の操作方式が、現代の早期車用と、基本的に同じスキットステアであり、その動作する様を見たイギリス軍兵士が、ケムシ、キャタピラーのようだと皮肉った。後にホルトは、抜け目なく、キャタピラーを商標とした。合併と名称変更を経て、ホルト車は1925年に、キャタピラー車となった。 キャタピラー社製早期車両は建設用車両や陸戦用車両に革命を起こし、戦闘用車両として使われるうちに無限軌道の改良が進むだ。第一次世界大戦時、イギリス軍やオーストリア・ハンガリー軍がホルトの早期車両を銃砲の牽引用に使い、いくつかの国では戦車の開発が活発化した。イギリスが開発した世界初の戦車であるマークアイ戦車は、 ホルトの早期車両に着想を得てはいるが、一から設計されていた。しかし、そのすぐ後に、フランスやドイツで開発された戦車は、ホルトの葬儀量を改造したものだった。ゴムクローラでは、問題とはならないが、従来型の鉄クローラで舗装路を走ると、舗装を痛める恐れがある。そのため、建設機械が移動する際は、単車のトラックまたは、低床式トレーラー型の重機。 キャーに乗せて運ぶことになる。戦車をはじめとする、早期式の走行戦闘車両も、戦車トランスポーターに搭載して移送することが多い。現在は、路面を傷めないよう各離リバン、週にゴムパッド、ゴム製の肉球を着脱できる理体が普及しつつある。リバンの形状が違えば、着脱可能なゴムパッドの形状も異なり、日本の90式戦車の鉄理体では、 隔離板に1個ずつ横長のゴムパッドが付けられる。路面にゴム跡が付くものの、設置面がゴムなので舗装路をあまり傷めず、騒音も軽減できるため、公道などを走行する際は、ゴムパッドの装着が必須となっている。反面、ゴムパッドを付けたままだと不整地、特に抜かるんだ。傾斜地では滑りやすくなる。また、戦車が配備されている。 陸上自衛隊の一部駐屯地近くの道路では、アスファルトの舗装を完全に撤去し、コンクリートで舗装した行動戦車が走行するといった例もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。